います。どうぞ。三角を折ります。はい、表が中です。表が中です。はい、表が中です。はい、で角を折って、横に貼っておいた。上のここに、私はここで、うん、一番上あたりで、うん、イルさんは、はい、ごめんなさい、かわいい、スカートの振りもかわいい、折ります。そして、ボールがね、うん、でこうやってまたもう一回全部折ります。傷みたい、丸くこうなったところがある。それ後ろにして、一つずつの手作業です。そうですか、やっぱ割れが違うんですね。違う、裏と表があるから、用心してた方がいい。た、ただの丸と思って、作業です。ここまで折りました。はい、次は工程、ちょっと指を抜けてください。はい、これがです ね、 ここね、説明書見ただけでは分からないんですよ。このひっくり返すところが広げるとはうまかった。広げると裏返して全然うまかった。してもしてもできんからいい。ここそこを折ります。難しいんですね。合わせてまた同じように折っていきます。これ前教えてください。ここ、ね、何枚がどんなか、これ折り方は知ってるんですよ。あ、はい、変えてからね。ちゃんと向こうになってる。後ろになってる。丸いのがある。どうですか。ちょっと見とかないと。後であのボールに慣れたらいい。そして今度は 2.5 を折ります。ボールの 2.5 出てる。出てるところを折ります。ちょっと待って、買わないか。はい、分からない。これはここ入れて帰ろうと。これ場所取る。これにケースがなかなかないところだったら。折りました。はい、そして広げていきたいと思います。ケースに入れた方がいい。全部広げて、全部広げて、で折り目の通りをつけます。はい、あ、そして裏返しになったら表返しになります。表返しになります。はい、これ寸法がこれだけです。そうです。7センチと 6.5 はね、で折るとあんまり大きさが変わらなくなるから別個にして、これで出来上がりです。